周南市美術博物館では1月8日から猪熊源一郎展猪熊さんがスタートしました。猪熊源一郎は日本を代表する画家として、林忠彦の写真集日本の画家にも登場しています。パリ、東京、ニューヨーク、ハワイと拠点を移しながら作品を制作し、世界でも高く評価されています。今回の展覧会には香川県丸亀市にある猪熊源一郎現代美術館の収蔵品から絵画や資料152点が展示されています。猪熊源一郎は明治35年香川県高松市に生まれました。大正11年東京美術学校、現在の東京芸術大学に入学、藤島武二に師事しました。学生時代に婦人像で帝国美術院美術展覧会に初入選しました。その年文子と結婚しています。その後も帝展に出品を続けていましたが、新しい帝展に反対し、美術学校時代の同期生小磯良平らと共に新制作派協会を結成。若き画家たちのリーダー的存在として注目を集めました。昭和13年妻と共に念願のフランスに渡り、アトリエを構えました。そこではマティスやピカソ、藤田嗣治らと交流を深めました。彼らから影響を受けながら作品を制作しています。戦後は JR 上野駅中央コンコースの壁画や三越の包装紙のデザインを手掛け、また雑誌小説新潮の表紙絵を40年間担当し続けました。昭和30年、50代にして長年の画業の見直しと新しい発見を求めてパリへ渡ろうとしましたが、途中立ち寄ったニューヨークを気に入り、20年間ニューヨークを拠点に絵を描き続けます。この頃から抽象画を多く描き始めました。70代に入り体調を崩したことから日本に帰国、冬には静養を兼ねてハワイに滞在し制作しました。平成5年に90歳で亡くなるまで生涯絵を描き続けました。平成3年にはふるさとの丸亀市に猪熊自身も設計やコンセプトに関わって建設された丸亀市猪熊源一郎現代美術館がオープンしています。周南市美術博物館で1月8日から始まりました猪熊源一郎展猪熊さんについて今回はご紹介します。画家猪熊源一郎は周りの人から親しみを込めて猪熊さんと呼ばれていました。この絵本は猪熊さんのことをもっと知ってもらおうということで、猪熊さんのふるさとにある丸亀市猪熊源一郎現代美術館が企画をしてできたものです。この絵本猪熊さんでは猪熊源一郎の作品を詩人の谷川俊太郎が言葉を添えてその魅力を紹介しています。この絵本では猪熊さんの子供の頃の絵や顔、鳥、猫といった猪熊さんがたくさん描いているモチーフ、抽象画の形や色に着目して谷川さんがシンプルでリズミカルな言葉を添えています。会場にはコーナーごとに谷川さんの言葉が展示されています。その言葉とともに作品を味わってください。子どもの頃から絵が好きだった猪熊さん、面白い絵をいっぱい描いた。こちらは小学校時代に描いた作品です。猪熊さんは子どもの頃から絵を描くのが好きな少年でした。猪熊さんが絵描きになろうと思ったきっかけの一つに、
いとこの武平さんの存在がありました。武平さんは東京美術学校の彫刻科の学生で、小学生だった猪熊さんに絵の道具を送ったりしてくれていました。武平さんからもらったスケッチブックには、上野動物園の動物や東京の街を歩く女性の姿などが生き生きと描かれ、それを開けてみる時が厳かで夢のような時間だったというふうに猪熊自身も語っています。猪熊さんはその後東京美術学校に進学します。ここに並んでいる自画像はその美術学校時代に描いた作品です。こちらの3点は猪熊さんが奥さんを描いた作品です。こちらの作品は定点という展覧会に初入選した作品です。妻文子の背景にも絵が描かれています。クールベという作家の作品を模写したものです。昭和13年からパリに渡り2年滞在しました。こちらの作品はパリで描かれた作品です。パリではピカソやマティスと親交がありました。こちらの作品は色彩の魔術師とも呼ばれたマティスの影響を受けているような作品です。たくさんたくさん顔を描く。こちらにはたくさん顔が描かれている作品が展示されています。猪熊さんは1988年から89年の間、このような作品をたくさん描いています。なぜかというと、ちょうどその頃奥さんを亡くした猪熊さんは、奥さんの顔が出てくるかもしれないということで、たくさんの顔の絵を描いたといいます。目や鼻や口といった形と丸い輪郭の中のバランスなどで、一つずつ違った表情ができているところが面白いということも描きながら思ったようです。奥さんへの愛を感じる作品群です。猪熊さんは鳥が好き。猪熊さんは丸亀中学校時代に、学校の近くの丸亀城にたくさんいるゴイサギを見て美しいなと感じたそうです。生涯にわたってたくさんの鳥もモチーフとして描いています。猪熊さんは猫も好き。猫好きでも知られた猪熊さんはたくさんの猫の絵を残しています。こちらの絵にも猫がたくさん描かれています。また猫のポーズや仕草など、猫好きの猪熊さんならではの視点で描かれた作品もあります。猪熊さんは多い時には12匹もの猫を飼っていたと言われています。形は伸びる、形は曲がる、形はつながる、形は限りない。昭和30年に渡米した猪熊さんは、その後20年間ニューヨークで過ごすことになります。この頃から抽象画を多く描くようになりました。今回は猪熊さんの抽象画を形、色に分けて紹介しています。抽象画はなかなか作品を見るだけでは何が書いてあるんだろう、難しいと思う方も多いと思いますけれども、今回展示室で谷川さんの言葉を読むことで、猪熊さんの作品が動き出し、私たちもいろいろなイメージを膨らませながら作品を見ることができると思います。色が生まれる、色がささやく、色が叫ぶ、色が歌う。こちらは猪熊さんの色に着目したコーナーです。猪熊さんのカラフルな色合いを
味わってみてください。この1階の展示室では絵本猪熊さんをもとに作品を見てきました。猪熊さんの作品は絶えず変化し続け、とどまることなくいろんな画風の作品を残しています。それぞれの作品をぜひ味わってみてください。2階の展示室では猪熊さんのその他の仕事についてご紹介しています。猪熊さんは上野駅の壁画などパブリックアートも手掛けています。また皆さんがよくご存知の三越の包装紙花開くも猪熊さんのデザインです。他にも小説新潮の表紙を40年間担当しました。猪熊さんは周南出身の林忠彦、宮崎真、窓道夫ともゆかりがありました。林忠彦は日本カメラで日本の画家という連載を持っていました。その中で猪熊さんも撮影しています。こちらの写真の後ろに写っているのが今回展示しているこちらの風景 B という作品です。この撮影をした時の感想を林忠彦は次のように語っています。田園調布の新しいアトリエに訪ねて行った林忠彦は、海外で長く生活している猪熊さんはとても70には見えない若々しさがあるなというふうに感じたというふうに記しています。周南出身の宮崎真は日本美術学校で学んでいますが、その日本美術学校の先生をしていたのが猪熊でした。ここに展示をしているのはその頃の猪熊さんの作品です。周南出身の窓道夫さんとのゆかりはチャイルドブックにあります。窓さんはチャイルドブックの編集者時代に猪熊さんのところに絵を取りに行っています。このチャイルドブックでは北原白秋の詩に合わせて猪熊さんが絵を描いています。猪熊さんはおもちゃが好き。こちらは猪熊さんが日常で身の回りに置いていた品々です。こちらの対話彫刻はヘイビースモーカーだった猪熊さんがタバコをやめた時に手先が寂しくてチョコレートや飴の包み紙を針金でぐるぐる巻いて虫のように見立てて作ったものです。虫たちが集まって話をしている、対話をしているような、そういう感じがするということで対話彫刻というふうに名付けました。手先の器用な猪熊さんはいろんなものを使っていろいろな形のものを作っています。遊び心いっぱいのとても楽しい作品です。こちらは猪熊さんが絵を描いた後にパレットに残っている絵の具を集めた箱です。一見ゴミのようにも見えますけれども、この色使いを見て宝石のように美しいというふうに猪熊さんは感じています。1階に展示してある鳥たち冬に遊ぶを描いた後の絵の具もこの箱に入っています。猪熊さんの感性を感じてみてください。今回の展覧会は絵本猪熊さんを切り口に猪熊さんの作品を紹介しています。子どもから大人まで楽しんでいただける展覧会です。遊び心いっぱいの猪熊さんワールドをぜひ味わってみてください。